青銅器時代っていうのは、まあ、あまり、大したもんではないんですが、まあ、石器時代から鉄器時代にと言ってもいいんですけど、石から鉄に変わるとですね、まあ、大きく人間の社会の生産能力が上がりまして、余裕ができて、そして、まあ、物々計算、交換の時代から貨幣経済の時代へと進むわけですが、まあ、それと同時に、この国が大きくなりですね、貧富の差ができて、まあ、王様とか軍隊を中心とした支配者階級と、それからまあ農民を中心とした、まあ、非支配者階級というかですね、2つの階級側に分離して、まあ、それが大体紀元前、1000年ぐらいから、つい最近まで、まあ、続いてきたわけですね。まあ、その意味で、実は貨幣というものが人間社会にもたらしたものっていうのが、まあ、確かに便利は便利なんですが、まあ、いろいろ社会で批判をされているようにですね、いろんな問題があったと。で、最初は、そのいわゆるここにも、いわゆる小判というかですね、金でできた、まあ、価値のありそうな貨幣だったんですけども、それがだんだん紙になって、100ドル札って言いますとね、私なんか最初、アメリカに行く頃には、100ドルなんてあんまり持ってたら、盗まれるよなんて、言われたぐらい、まあ、価値のあるお札でしたね。それが最近ではもうお札もあまり使わなくてですね、銀行の通帳に単に100ドルとかそういうふうに書いてあるというそういう時代になりましたね。私たちはもう今すっかりですね、まあ、銀行を信用しておりまして、その銀行がですね通帳に100万円なら100万円という金額が振り込まれますとね、もうそれがあとかもその紙の向こうにお札が見えるというかですね、そういうようになってきたわけですが、お札はまあ最初から実は幻といえば幻なんですよね。金だっつったって金はですね、まあ装飾に使うわけですから一応価値はありますが、その1両なら1両というものが本当に1両なのかというと、まあそうでもないわけですね。ですからお札の後ろに金本位制、つまりお札を持っていけば必ず紙切れのお札が金に変わると言ってもですね、それもまた幻なんですね。ですからニクソン大統領が、まあ、アメリカが非常に戦後栄えてですね、まあ、世界の金の 70% をアメリカ1カ国で持つということになった。だからアメリカのドルだけは金本位制で、まあ、絶対に信頼できるお金として通用したと、まあ、いうふうに説明されるんですけどね、経済が。だけどもそれもやっぱりおかしいんですよ。金だってやっぱり幻なんですよね、まあ、一種の。ですから、まあ、人間がその青銅器時代といいますか、石の時代から鉄の時代に変わったと同時にできた貨幣というものはですね、やはり人間相互の信頼感でできたもので、いずれにしても幻であることは間違いない。つまり、ポケットの中に1万円があればですね、これの1万円でご飯も食べれるし、飲みにも行けると考えること自体が私たちの脳がもたらした幻想であるということはもうはっきり言えるわけですね。ですからまあ幻想がどんどん進んで金貨になり紙幣になり、それが振り込みの数字になってもですね、そこはまあ基本的に変わんないんじゃないかと、まあ、思うわけですね。ところが、もちろんその金貨の場合はですね、千両箱っていうのが重たくて持ち運ぶのに大体不便ですから、それからもちろん千両箱をアメリカに運ぶときにはやっぱ船に乗せて運ばなきゃいけませんよね。それがまあ紙切れになればですね、まあ、札束をポケットに入れとけばなんとかなるけども、それでもやっぱり具体的にお金を運搬しなきゃならないという問題がありますよね。まあ、小切手とかそういうのがあるにしてもですね、やはりそうですね。ところが今は電子時代になりましたからね、お金の移動に本当の実際的な物理的な移動が必要なくなっちゃったんですよ。その意味では金から紙に変わるという紙切れでもお金であるという時代よりかですね、お金が数字になっちゃったと、しかも電子で送れるということになって、まあ、大きく経済は変わったわけですよね。で、変わってどういうことになったかって言ったら、例えば、信用創造っていうのができましたですね。例えば銀行が100万円を預金を受けるとですね、その100万円というお札を企業に貸すんじゃなくて、100万円はまあ手元に置いといて、そこから法定準備金 1.3%、 1万3000円を日銀とかそういうところに貯めておけば、
100万円を企業に、A という企業に貸されるわけですよね。A という企業は100万円を実は手にしたんじゃなくて、100万円という数字を手にしたわけですね。ところがこの100万円という数字は、銀行の預金通帳とか振込口座に振り込まれますので、やっぱり信頼性があるわけですね。ですから A 企業が今度 B 企業に代金支払いとして商品を買って100万円を振り込むと。そうするとこの数字だけが移動するわけですよ。数字だけが銀行という信用のもとで A 企業の口座から B 企業の口座に振り込まれると。これも全然お金は移動してないわけですね。したら B 企業は100万円が手に入ったんで、それを例えば取引銀行に納めると。だから全然お金が動かずに次から次とその融資が行われるわけですね。論理上はですね、1.3% の準備金を支払えばいいから、50倍とかそういう金額が動くと。ハードカレントとか言うんですけども、要するに現物のお金に対して架空のお金っていうのが預金、この架空のお金を預金って言うんですけど、僕ら預金って言いますとね、実際に自分が現金を持っていったお金なんですね。だけど私もですね、実は銀行に現金を預けてるわけじゃないんですよ。普通はですね、私も中間で、例えば給料をやっぱり振り込みでもらえますね。そう、給料がある程度貯まるとそれを銀行で定期預金かなんかにしたりするんですけども、それ全部数字が動いてるだけで、僕が勤めた頃は会社で封筒に入れて現金をもらって、その現金を持って家に行きまして帰ったので、家でその給料袋を渡すと家族から感謝されたもんですけども、最近はもうすっかり家族が管理している銀行預金に数字が払い込まれるだけと。もう年金にしても何にしても全部数字ですからね。我々は幻の社会に生きてるわけですよ。このお金が幻であるっていうことが、いろんなことが起こるわけですね。例えば、よく経済学でお金は腐らないって教わるんですよ。私なんかも最初お金が腐らないというか本当かと思ったら全然腐るわけですね。腐り方が、サンマとは違うってことですね。魚でアジとかサンマは腐りますけど、お金はそういう腐り方をするんじゃなくて、一定のインフレ率がありますから、一定のインフレ率に沿って、悪くなるということなんですね。ですから例えば 1.02% のインフレ率であるとか、 1.04% じゃないわ、 2% のインフレ率だったら 0.98 の年数分だけ、少なくなっていきますし、だいたい日本の場合はだいたい 4% ぐらい、は金額的にインフレになってきますからね。だって言ったんですけどね、今まで。ですからそういうことではですね、腐る、お金は腐るわけですね。だからお金が腐るってことが何をもたらすかっていうと、我々は貯金しておいとくことができないってことなんですよ。それの一番極端なのが年金ですね。年金っていうのはどん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 減価しますから、価値が少なくなってきますから、20歳の時から年金を積み立てましょうなんつってますけど、年金なんか20歳から積み立てたってですね、65歳でもらう時には20歳の年金はもうどんどんないに等しくなっちゃってるわけですね。それが一つ。もう一つは、お金が非常に移動も早いし、信用も薄いので、結局崩壊っていうのがあるわけですね。例えば、昔で言えば、1929年のブラックマンデー、大恐慌がアメリカであったりですね、最近では、1990年の日本のバブルの崩壊だとか、それからリーマンショック、みんなこれはお金がですね、例えば重たい石の輪っかだったら起こらないことなんだけども、移動が激しいので一気にいろんな形で移動するわけですね。それは株価の暴落の時もあれば、会社の倒産のによる焦げ付きもあれば、いろんなですね、株価の急落もあれば、いろんなことがあるんですが、いずれにしても大きな影響を一気に受けることになるわけですね。で、これはですね、なんで起こるかって言いますと、この科学者の経済で少しずつ明らかにしていきますし、今までもはっきりいろいろ書いてきましたが、結局経済学が悪いんですよ。経済学が悪いのはなぜ悪いかと言いますと、政策を決めるための経済学であって、我々働く者がですね、一生懸命働い、額に汗して働いてお金を稼ぎ、それを貯金してつつましい生活を送るための経済学じゃないんですよ。
だからですね、アベノミクスだとか、黒田さんの、黒田総裁のバズーカ法とかですね、それから、過剰流動性とか、いろいろ言ってるのは全てですね、為政者の政府の政策なんですよ。だ政府の政策はまあ勝手にやってくれと。我々はサラリーマンとか働く人が働いて、そして、その生活で家族と幸福な生活をし、それでそれから少しずつ節約して貯めたお金でですね、老後を暮らすというそういう経済は存在しないんですよ。今まで経済学は存在しないんです。そういうことを真剣に考えた経済学者っていないんですよ。経済学者ってね、別に悪い人ばかりじゃなくていい人いるんですけども、どうもですね、庶民の方向いてないんですよ。全部為政者の方向いてて、よく経済学者は首相とかそういう人に意見書を出してですね、俺の意見を採用してくれと。つまり全部向いてるのはですね、国の方向いてるんですね。それが私たちに非常に大きな災害を与えていると、まあ、そういうことであります。